クロサギ。キンプリ・平野賞 TBS ・クロサギ主演決定、新しい姿をお見せできたら、王子様キャラ払拭へ。キングプリンス・平野賞25が、10月スタートの TBS 系ドラマ、クロサギ、金曜午後10時末に主演することが18日、明らかになった。人気コミックのドラマ化で、詐欺師を騙す詐欺師クロサギ。 役で新坂市に挑戦する。ドラマは漫画、クロサギシリーズが原作。詐欺によって家族を失った主人公が人生のすべてを捧げて、クロサギとして詐欺師たちに立ち向かっていく物語だ。03年から13年まで、週刊ヤングサンデー、週刊ビッグコミックスピリッツで連載され、 参考本は累計発行部数850万部を超える。連載中の06年には山下智久、37主演で連ドラ化し、08年には映画化もされた。TBS ドラマ初主演となる平野は、この世に唯一存在する詐欺師を騙す詐欺師、黒詐欺の黒崎孝志郎、黒崎孝志郎氏を演じる。15歳の時、 詐欺被害に遭った父が起こした事件をきっかけに家族を失い、人を騙して金銭を奪うプロの詐欺師、白詐欺への復讐、復讐地を誓う。詐欺師との巧妙な心理戦や警察との攻防戦が繰り広げられる。バラエティ番組などでは特に愛される天然キャラで知られる平野は、オファーをいただいた時は、嬉しいと同時にびっくりしました。 おそらく世間の皆様が知っている僕のイメージは騙される側だと思うので、と笑った。一方で意外と僕が本気で嘘をつくときって本当にわからないって言われるんです。今回は黒サギとして本気で騙しに行きたいです、と意気込んだ。これまでのドラマや映画では女性を魅了する王子様キャラを多く演じてきた平野にとって誰も信用せず孤高な クロサギは新境地となる。王子様キャラはもちろんありがたいことなのですが、今回は今までのイメージを一気に払拭、払拭するくらい新しい姿をお見せできたらと思っています、とアピールした。クロサギ黒丸氏、夏原武志氏の漫画、単行本全42巻が原作。今回のドラマは2022年の現代を舞台で、 今の日本でリアルに起こっている詐欺に平野演じる黒詐欺が喰らいつく。主人公の黒詐欺と家族を奪った最大の宿敵の直接対決も描くという。